このそば。元は貴族の別荘だったらしいですね。しかし除霊の報酬としてここに住んでいいとは、やけに太っ腹な大家さんだな。ウィズは町では高名な魔法使いで通ってるらしくてさ、よくこの手の案件が持ち込まれるんだそうだ。これで安心して冬を越すことができるってもんや。災い転じて福となすとはよく言ったものね。大家さんが言うには、払っても払ってもすぐにまた霊が現れるらしいぞ。任せなさいよ。なんせ私は女神にしてアークプリースト、言ってみれば対アンデッドのエキスパートよ。お前が張り切ってんのが一番の不安要因なんだが、まあいい、掃除して今日はここに泊まるとするか。このそば。トイレ行きたい。お、こんな人形この部屋にあったっけ。いや絶対なかったよな。怖っ。アクアがお祓いしたはずなのに、この後急に人形が喋り出したりなんてベタな展開。ってめぐみんかよ、危うく漏らすとこだったぞ。こちらのセリフです。というか、アクアはどこですか。人形があちこちで動いているので、一緒にトイレに。お前もか。ってやばい、さっき叫んだせいで限界が。なあめぐみん、あっち向いて耳塞いでてくれ。ちょっと失礼して窓から。ダメですよ、自分だけスッキリしようとするなんて。おい、何してんだよ、話してくれ。さもないと俺のズボンが大変なことになる。私たちは仲間じゃないですか。トイレだろうとどこだろうと、行くときは一緒です。話せ。こんな時だけ仲間の絆を主張するな。どうしてもというならお前はこの空き瓶にでも。今とんでもないことを口走りましたね。空き瓶で私に何をしろと。させませんよ。私もカズマが用を足そうとしてるところを後ろから揺らしてやるぐらいは。人形が増えてる。早くここを離れるぞ。隠れてるのも俺の暴行ももう限界だ。このままいっそ花瓶にするか。黒より黒く、闇より暗き漆黒に、我が深紅の根香を望みたもん。何唱えてんだ、この屋敷ごと吹き飛ばす気か。やるしかないか。めぐみ、ここは俺に任せて走って逃げろ。ドレインたちで人形どもの魔力を吸い取ってやる。あら、かかってこいや。後でうちの狂犬女神消しかけてやんぞこら。え？え？おいアクア、大丈夫か。カズマが急にドアを開けるからだぞ。
ご苦労様でした。悪霊を退治したということで臨時報酬が出てますよ。でもなんでそんなに悪霊が集まってきてたんだろう。それがあの屋敷の近くの共同墓場に誰かがいたずらか何かで巨大な結界を張ったそうなんです。それで行き場をなくした霊があの空き家に住み着いてたみたいで。おい、心当たりがあるな。いいえ。以前ウィズに墓地の除霊を頼まれてたじゃないですか。でもしょっちゅう墓地まで行くのってめんどくさいじゃないですか。それでいっそ墓場に霊の住む場所をなくしてやれば、そのうち空気に散っていなくなると思ってやりました。ギルドからの臨時報酬は受け取らない。いいな。はい。この巣場、カズマさん、よかったですね。ここに住んでいいことになって。ほんと、大家さんがいい人で助かったよ。ウィズにも迷惑かけちまったな。いえいえ。では、店番があるので、そろそろ帰りますね。皆さんにもよろしく。あ、来てくれてありがとな。カズマ、ご飯できたから早く来て。早く来ないとせっかくのお昼が冷めちゃうんですけど。これでようやく念願の地に足のついた生活が手に入ったというわけだ。わかったよ、今行く。